中国の軍事史では、中国の歴代王朝の戦争、特に歴史上重要だった民衆反乱や出来事について述べる。主に、中国と周辺の少数民族、北方の遊牧民族の衝突であるが、アヘン戦争以降は西洋列強の戦争などについても述べる。ここでは、国家間の戦争や出来事、武器の発展など、軍事史について総合的に述べる。 個々の戦闘、合戦については中国の戦闘一覧を参照されたし、ここで取り上げる戦争は中国の歴代王朝の戦争についてのみ取り上げることに留意。また図表中での攻撃側、防衛側には、北起人や標的となった人物、国を記すため全貌を示すものでないことに留意。中国の近接戦闘具の発展中国では古来より戦闘が盛んであり、 ブグの発展も著しいものであった。中国では、高賀文明がシルクロードを経由した敵機の流入により、長江、四川領文明の優位に立ち、陰代の最盛期にはその半島は長江中流域に及んだ。周大には南方に祖国をはじめとする諸国が立ち、旗の統一戦争によって、この時代の中華が統一された。関大には武帝の再易進出により、 シルクロードと密接になった中国では、交易が盛んとなりつつあった。しかしその後、漢は崩壊し、三国時代となった。この時代には名軍師として名高い諸葛亮が諸区で奮戦した。その後、と田で制を作った義から定位を散脱した精神が、中華を統一するも、八王の乱と鋭家の乱により、短命に終わり、 河北には異民族が拡挙した。追悼時代には様々な制度が整備され、党はイスラム教徒のアーパース朝と再祀をめぐって、タラスカ藩で激突するも敗北した。この時に、聖守法が西伝していることから、東大には紙を使った厳格な組織的行動が行われていたことがわかる。しかし安史の乱が起き、中国は再び分裂期に入った。宋代には、 武断統治が文治政治に変わり、地方でほとんど独立していた反鎮勢力を弱体化させた。反鎮とはそもそも辺境を守る、節度誌であり、定権強化のために弱化して金軍に編入したことが、両層滅亡の原因の一つともされる。その後のもとは、国内での蛇口による移動が可能となり、兵員や物資の効率的輸送が行えるようになった。また、 南宋で発明された火薬が実用化された。秋代には、甲府三角などが北伐を行ったものの、異民族に対して基本的に主政にあったため、万里の頂上が築かれた。現存のもので、観光地化されているのは秋代のものである。民は、満州地方の女神人に対して、兵器や人員の両面において圧倒的優位に立っていたが、理事政の反乱により、 北京が陥落し、南米政権が立つも、山海間を解放した、五三景と清の連合軍により滅んだ。新では八旗制が取られた。八旗には、満州八旗、蒙古八旗、漢軍八旗があり、黎明期の清を支えたが、三藩の乱頃には貴族化しており、代わって緑栄が主力となった。建立年間に清は、最大半島を実現し、 十回の征服戦争すべてに勝利したということで、従前老人と自称するほどであった。しかし、権竜帝の上位以後に政権を握った偏身の過烈が、取り立てに反発した民衆らの白蓮教徒の乱頃には弱体化しており、共有がこれに変わった。しかしこの後も混乱は続き、河北の年軍と江南の太平天国が真を脅かした。両者共に鎮圧されるも、 軍閥化した将軍の一人の遠征害によって侵害革命が成功し、新朝は滅亡した。その後を引き継いだ中国国民党は抗日戦争を2度の国境合作により乗り切るも中国共産党に大陸の金門地区を除くすべてを奪われた。その後、中華人民共和国は第三世界の一つとして急激に発展し、インド洋、 東南アジア地域への展開を進めている。指南者の模型制度性の保護の穂先先進時代については実在性が示せていないものが多く諸説ある。古国時代においては皇帝が指南者という道具を用いて私有の格乱を無効化したとされる。この時代にはすでに制度機が使用されていたとみられるが鉄器は出土していない。伝説上では弓矢を 発明したのは皇帝であり、名手であった芸にまつわる多くの話が知られている。三大においては、二里頭文化圏以降、多くの青銅器が発見されている。夏、陰、秋では、金属加工技術を独占する傾向があったとされ、この傾向は、歴代王朝の石弓の製造技術にも見受けられる。またこの時代は、天体運動や発掘などに頼った戦が、 主流であったとされる。代表例が、院代によく用いられた規木,木による占いである。しかしその一方で、兵器開発も進み、劇という武器が発明され、当代まで用いられた。春秋戦国時代の時代区分については、諸説あるが、ここでは、青州滅亡から三夜、分身までを春秋時代、三夜、分身から旗浅平律までを戦国時代とする。 チャリオットの発祥地と電波期限前2000年頃、シンタシュタペトルフカ文化で発明され、急速に世界中へ広まった。春秋時代の兵舎の図解春秋時代の諸交換戦争は兵舎によるものであった。戦車と呼ぶこともあるが、現代戦車との混同を避けるため、以降兵舎で統一する。兵舎戦は、春秋時代の主な戦い方で、 蝶のブレイオーが紀元前307年に古福記者を取り入れるまで騎兵が用いられることは少なかったとされる。また、弊社1台あたり、州では75人、祖では150人が突き従ったとされる。また、弊社のみでは戦力にならないため、カナドの近接戦闘具が併用された。また、春秋時代には石弓が発明されたとされる。 石弓に関する最初の文献的証拠は、孫子であり、また牧師によると、春秋時代に開発されたのは、石弓や床石弓といった弓矢の発展系の類であったとされる。また、紀元前4世紀頃には、石弓の機械化も行われていたとされる。また、土兵の戦略的運用に関する記述で、実在性が最も確かな例は、馬寮の戦いについての記述である。 また、中国の現存最古の標法書である孫子の標法が生まれた。これは、過去の戦争の暴略を一般的な標法として反映させたものであり、諸法的な戦争の本質をついたもので、鬼神や天命感にとらわれた従来の標法を大きく変えたとされる。戦国時代やそれ以後、孫子の標法の流れを組むものとして、五子の標法、芝法、孫貧の標法、 宇宙師陸刀などが生まれた。また、諸子百科の様々な思想も標法に大きく影響を与えた。春秋時代には、王水の戦いのように、戦場でも儀礼を重んじる傾向があったが、後日の戦国時代にはこの傾向が薄れる、または完全に消失することとなる。石弓。戦国時代からは牢情戦など多岐にわたって使用された。 運転戦国時代になると、全高、約2.4メートルの工場石弓をはじめ、運転、カタパルトなどの工場兵器が発展した。聖の尊品が戦闘で土兵を運用している記述があり、すでにこの頃には主力の飛び道具として使われていたとされる。聖安市から出土した信台の石弓神の平馬用信台には既存の頂上をつなぎ合わせ、万里の頂上の原型が築かれた。 二世皇帝コ子イが、寒岸、長江の区物となり、万里の頂上に漆を塗らせようとしたという伝承があるが、当時の万里の頂上は高々かか数メートル程度のもので、秋夜の頂上と比べると、半築を施した馬防作といったようなものであった。武帝の築造した、漢代の万里の頂上起源前二世紀、郷土の最大半島とその周辺国。 シャンヌ・コンイトイコール強度、チャイニーズ・ハンダイナスティー、イコール全艦、グレコ、バクトリアン・キングダムイコール、グレコ・バクトリア王国、マウリアン・エンパイアーイコール・マウリア朝、サルーシド・エンパイアーイコール、セレウコス・アサゴ間の弊社全艦時代は、第一次環境戦争での敗北と、屈辱的講和から始まり、文系の地という安定期を挟み、第二次、 第三次環境戦争という逆襲の時代であった。内政においては、文系の地末期のクレスワへ七国の乱により、皇帝への権力集中に成功し、武帝の時期に前盛を迎えた。また、財政難解決のため、塩鉄専売制を実施し、長距離戦の実施により疎官戦争の元君らの権力を徹底的に弱めたが、地方の有力豪族の貴族化を招くこととなった。 しかし、新の大毛による三脱によって、武帝の対外防張政策によって得た領土の維持ができなくなり、頂上の一部を放棄することとなった。また、新末後漢書の戦乱により本土は荒れ果て、一時は維持だけで手一杯となった。しかし、五漢時代には、強度側での干ばつを原因として、南北、強度の分裂と南、強度の服属があり、最高に成功した。 また先費の断石援助も台頭したが、断石援助の死によるが会に助けられ、五官は、黄金の乱まで外石、官岸、官僚の対立がありつつも何とか持ちこたえた。また、関台には、郷土側でも、都市建設が行われており、後の午後十六国時代の夏が首都とした、東万城には、亀城の原型と見られるものがあったとされる。工場戦術も発達し、 高い城壁で守った都市に対しては、行動戦が行われることもあった。石壁の戦い古戦上図。諸区の滅亡直後、三国時代には、河川が国境となったこともあり、水軍が発達した。水軍戦の最たる例が、石壁の戦いである。旗統一までの中華である中原地域の義と河南地域を根拠とする、呉れ、政権の戦いでは、 水軍船に増えて出会った義が大敗し、以降数十年間の国境が確定することとなった。義は内乱の火種を抱えつつも、職を滅ぼしたが、内乱を治めた芝氏による散脱を受けた。そして、後継の精神が呂を滅ぼし、中華を統一した。精神滅亡後、下北では五個十六国が下北統一を、江南では東神が下北奪還を目指した。 やがて河北は全身に統一されるも、翡翠の戦いでの敗北をきっかけに分裂し、北儀が再統一を果たした。しかし、北儀も寒化政策をはじめとする内部対立により、東西に分裂、正義は北州に、東儀は北西となり、さらに北州を追だ隋が南朝鎮を滅ぼし、中華の再統一を果たした。江南では、その間、東信、南朝宋、西、 両、鎮が交代した。隋の要件は、南朝鎮を滅ぼして、中華を統一した。しかし618年に、江戸にて、文帝要件の時代である妖代は暴政を、理由として、柴徳官らにより殺害された。妖広氏を擁立して、皇帝都市、婦文化及びが大上昇となった。その後、妖広氏を毒殺した、婦文化及びは元を建国し、 随末当初が始まった。党の藩との変戦長安城随末当初の混乱を、平定した党は、初党、政党期に前世を敷いた。また、タラスカ藩の戦いでは、イスラム勢力であるアッバース朝に、カスピ海周辺での派遣を奪われるも、安氏の乱までは大帝国であった。しかしアン氏の乱の平定には、ウイグルの力を借りねばならず、またこの間に、ドバンに、 長安を奪われるなどして、党の権威を失墜させるのに十分なものだった。その後、塩鉄専売制に反発する民衆反乱が相次ぎ、主前中による三脱の後、五代十国時代が始まった。タラスカ藩の戦いをきっかけとして、政酒法が西伝しており、このことから戦地では現地生産しなくてはならないほどの大量の紙を使用した。 緻密な作戦行動が展開されていたとされている。またこの頃に勝者が用いられ始めたとされる。この時代には、党からの前上の流れでつながる五代と半鎮系の十国が互いに争った。総長の軍事カタログ、武教僧用の中の総弓正寺石弓、さらに発展させた三、弓迂回石弓も開発された。兵器面においては火薬が発明された。 火薬は中国三大発明の一つにも数えられるが、当時は威嚇などに用いただけで、戦闘には用いる形態ではなかった。戦闘に用いるものは、南宋時代の実家やりという木製火砲が最初と見られる。しかし、南宋時代には火薬は他国に伝わっており、常用、繁盛の戦いでは、海海砲という大砲が南宋の防衛隊に向けて用いられた。 宋代の主な特徴は、帝権の強化である。唐大では、不平成、後に母平成が取られたが、節度市の反鎮化により、東末には、帝国は、地方政権と化した。軍人がやがて権力を握るようになり、将軍たちが皇帝を左右するといった状況であった。しかし、長教員は、節度市の名誉職化に成功し、兵力は皇帝直属のこの衛兵である軍に、 集約されるようになった。その結果として、辺境の防御力が低下し、成果の独立や量の侵入を許した。現行で用いられた鉄は、ウ・モンゴル帝国時代にはすでに開会法などの大砲が用いられたが、1332年には、大元の統治下で、正度性の方針長 35.3cm、合計 10.5cm の火砲が製造され、 元松の農民反乱に対しても多数使用されたと、される。前身となったモンゴル帝国は侵攻の際、情報戦の一環として、降伏した国家には寛容に接し、抗った国には徹底的残虐を加えた。また商業民と化していたウイグル移民の協力を得て、清涼滅亡を理由として、内乱を滅ぼし、半島を拡大していった。 南宋に対しても同様の作戦をとり、交渉に交代軍で接したため、上用繁盛の戦いから臨安陥落までの抵抗は、あまりなく、ほとんど無傷の江南を手に入れることができた。元清明発には宋を復興したものとする、東慶黄金と除非先の建てた西慶黄金が現れたが、やがて宋の関臨寺を保護した元白蓮教造の種、現象が実権を握り、 身を立てて、漢民族王朝の復興を内外に示した。それに対しモンゴル帝国崩壊後の政藩を、ほぼ統一したティムールは、西南の役の混乱に乗じて、永楽定期の命に進行しようとしたが、途中で病死し、帝国は瓦解した。民は、元の技術や交易路を受け継ぎつつ、北伐などを並行して行った。ミカ帝は、重農主義を採用し、 漢岸を用いないようにしたが、一方で英楽三角は真逆に漢岸を徴用して、積極的に朝工体制を引くことで半島を広げた。そのため、始祖である、後部三角の政策と前世であった、英楽三角の政策の二つで明朝政府は揺れ動き、また、皇帝の手足となる、はずの官僚が、皇帝の賛議心の強さから異なかれ、主義に走ったことからも、清掃が絶えなかった。 民の初期は北伐を盛んに言ったが、オイラとのエセンハ派案が侵入した際、政党カドが神聖で大敗して、捕虜となった土木の変異後は、頂上による防戦一方となった。秋夜には、鋭楽カドの知性より滅亡まで、地雷や嫌い、ひなわやりなどが考案された。他にも夏季については、気候新書や連兵、幹など、様々な書物に記された。帝のでは、 新回避カラスが用いられたとされる記述がある。また、小次への書物は、下記の製造と使用技術の西への伝播に大きく貢献し、また、古僧の地理学は、中国の古代から続く兵学の最高をもたらした。万里の長城は、春秋戦国時代に、戦国、七尾などが築いた防壁を旗による、統一の過程、またはその後に始皇帝が連結したものをはじめとする。 北方の牙遊牧民族の侵入を防ぐ防御施設。新刊時代の頂上は、牙遊牧民族から土地を奪って、その優位を保つという観点から、北方の草原に建設された。それに対して隋以後の頂上は、隋などの戦費系が突決や従前に押されていたこともあり、より防衛の色を強めたものとなった。秋代の頂上に至っては、 北京からほど近いところに気づくことで、兵員輸送を迅速に行えるようにした。しかし、口述の変などでは突破され、北京包囲に至ったこともある。民進交代にあたっては、清は民の兵器技術などを踏襲し、また八期生や緑衛、新朝末期には共有など、様々な組織が編み出された。このような平成も背景にして、清は、 旧民領から西方への進行を開始した。手始めに、愚子藩の治める青海を、そして、チベットや勢力を伸長しつつあったガルダン藩の、ジュンガルを征服し、これらを自治を認める、同君連合に組み入れた。また、権竜帝の知性には、第三次、清、ジュンガル戦争以外にも、大小金川の戦い、清、ネパール戦争、大将、私の乱。 林総文事件、清面戦争、ドンダーの戦いを戦い、すべて勝ったということで、自ら従前老人を名乗ったほどであった。しかしアヘン戦争頃になると、兵装は、集会遅れのものとなり、南京条約による領土の割譲、日清戦争での敗北以後、列強により売り分される事態が発生する。これが、漢民族による、新国家建設運動。 新外革命の一員となった。新外革命以後、国民政府は、抗日戦争を、ソ連アメリカなどの支援のもと戦い、防衛に成功した。そして中国共産党が、第二次国境内戦に勝利して、国民党政府を台湾と金門に押し込み、東小平の改革により急成長を遂げ、21世紀には、日本を越して、世界、 第2位の GDP を誇る大国となった。ありがとうございます。